ドクター吉田のナチュラル肉体改造。さあ今回もパサデナはレイクアベニュー沿いにありますヘルスアドバンテージフィジカルメディスンにやってきました。クリニカルディレクターでカイロプロクターの吉田美也先生です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて以前ですね、再生治療のステムセルについてお話をお聞きしたんですけれども、今回は同じく再生治療の PRP についてお聞きしたいんですが、この PRP というのはこれどういう治療なんですか？ PRP というのはですね、プレテレットリッチプラズマインジェクションと言いまして、要するに本人の血を取りまして血小板を関節や筋肉に注入するという治療なんですね。プロフェッショナルのバスケットボールプレイヤーであるコーベ・ブライアントですとか、はい、あとタイガー・ウッズ、はい、ベースボールの斉藤選手ですとか、いろんな有名な方々が怪我した時に使う治療ですね。何よりも副作用がない、自分の血に拒絶反応を起こす人はいないので、はい、安全で早く治るという意味ですごいいい治療です。いろいろやってみてもダメだったっていう人でも、この PRP には反応する人がすごいたくさんいます。私の患者さんでもステロイドなんかを何回かやって治らなかった人でもですね、この PRP 治療をやった時には体がきちんと反応して良くなったという患者さんがたくさんいます。腰ですとか膝ですとかね、本当に悩みを長年抱えてらっしゃる方いますからね。脳がその部分をターゲットにしまして、はい、そこを一生懸命治そうと自分の体の中にある炎症を抑える物質をね、その場所に送るんですよ。はあ、人間の体っていうのはうまくできてるもんですね。そうです。何歳になってもですね、脳は一生懸命治そうとするわけですね、はい、そういった炎症がある部分を、そういう感じの治療なんです。はあ、この治療で悪くなった人っていうのはほとんどいませんね。薬にアレルギーのある人ですとか、うん、いろんな治療をして効かなかった人ですとかでも、この治療をやって良くなった人がすごいたくさんいます。特に膝ですとか五十肩でもう2年間ぐらい痛いとか言ってる人でも、この治療をやることによってもうすごく治る期間が短くなったり、あと腰痛の人でも何をやっても効かなかったっていう人でも、この PRP には反応して良くなったっていう人が多くいます。再生治療といいますとね、それなりに金額もかかるというお話でしたけれども、この PRP についてはどうなんでしょうか？ステムセルよりも全然安価で半分以下ですし、比較的料金が安いということで、この治療から入ってこれが効くかどうかを試してみてからステムセルに行かれる方もたくさんいます。はい、自分はじゃあどの治療から始めたらいいのかっていうのはまず相談した方がいいですよね。もちろんです。はい、全員が PRP もステムセルもそうですけれども、むやみにこれがいいからといってやるものではなくて、きちんとエグザミネーションしまして、この治療が本当に患者さんに合うかを見極めてからやらないといけないと思うんですね。当院ではきちんとエグザミネーションしまして、 X 線だったり MRI を取りまして、本当にこの治療が効くかどうかを確かめてから治療が行われます。さてラジオをお聞きの皆さんにですね、サービスプランとしまして、このコンサルテーションとエグザミネーション X-ray のパックが体験しやすいものをご用意いただいたんですよね。皆さんにこの治療を本当にやってほしいので、体にいい治療ですし早く治るし皆さんのためになるならと思いまして、このディールを用意させていただきました。コンサルテーションとエグザミネーション X-ray がパックにありまして、49ドルで受けていただけると。これ通常はもっとお金がかかるものなんですよね。そうですね。この治療は普通にやりますと300ドル近くかかるものですけれども、うん、今回は49ドルで PRP だったりステムセルがその人に合った治療なのかっていうのを見極めるパッケージをご用意しました。何か保険を持ってらっしゃる方はこれが優遇されるようなお話もありましたね。そうなんですよ。当院はメディケア、海外旅行保険、学生保険、カイザーなども取り扱っておりますので、はい、もしその保険がカバーされるようでしたら、この49ドルもかからずエグザミネーションができます。何もないという方で49ドルとちゃんと決まっているので、はい、安心してエグザミネーションを受けていただけると思います。健康に毎日を過ごしていただく第一歩ですからね、ぜひご体験いただきたいと思います。相談の電話番号は 626-798-7805 626-798-7805 ドクター吉田までお願いします。
またヘルスアドバンテージのホームページはhealth-advantage.net となっています。こちらもご覧ください。吉田先生、ありがとうございました。ありがとうございました。